アクアリアじゃない。あ、ライラ。お菓子作ったのよ。アクアリアもどう？行く行く。じゃ、家で待ってるからね。うん。確かライラの家は北に見える高台の上だよね。いらっしゃい。ゴチに来ました。いつも通りと言いたいけど。何？悩み事？え？ライラも心読めるの？あなたじゃないんだし。でも見ればわかるわ。ライラはすごいな。そんなライラだから僕の秘密を打ち明けられるんだけどね。みんなあなたを怖がってるわね。それを気にしているの？うん。僕の力、やっぱり怖いよね。それに、最近の流行り病も僕の仕業だって、みんなそう考えているんだ。わあ！ああ！びっくりした？ひどいよ！僕が真面目に話してるのに。ごめんごめん。あんまりだよ。怒った？うん、怒った。じゃあもう私を許さない？え？そんなことはないよ。でもさ、そういうもんよ。え？村の人もね、みんな臆病なの。理由がわからないから、いろいろ疑っちゃったり、理不尽なことを考えたりするけど、それは一時の感情なのよ。今、アクアリアが怒ったみたいに。誰も本気でアクアリアを恨んだりしてないわ。今まで魔物から村を守ったのはあなたなんだもん。だから、ちょっと怖がったり、少し拗ねたりする人が出ても、許してあげて。うん、そうだよね。ありがとう、ライラ。話したらすっきりしたよ。どういたしまして。じゃあ、僕行くね。ご飯の支度しないと、父さんに叱られちゃう。あら、ごめんなさい。